びの一時大阪さん VS カリスタン忍者適性試験対決。今回の試験はこちら、スパイ見破り試験、嘘プロフィール見破り対決。忍者といえば騙し合いもありますよね。なるほど。今から私関根瞳のプロフィールをご紹介いたします。はい、その中に一つだけ嘘が混じってます。プロフィールの中に、はい、嘘が一個あります。詐称だ。詐称してます。一個どれが嘘だと思ったかを見破っていただけたらなと思います。なるほど。私のプロフィールを紹介していきます。はい、声優を目指したきっかけ、はい、何でしょう。これは友達にアニメを勧められて見たからです。何のアニメですか？銀魂です。あー、銀魂好きな人多いよね。メジャーなとこだね。そうですね、小学生の時に見て。何のキャラクター好きなんですか？銀魂は沖田です。王道ですね。好きです。はい、じゃあ続いてマイブームはサウナに行くこと。もう、 もう最近でも多いですからね。サウナどういうところが好きですか？きっかけは、なんか YouTube 見てて、私も行ってみたいなっていう、そういうちっちゃいことからのきっかけなんですけど。じゃあ整った時ってどんな感じですか？整うって言うじゃないですか。いや、私もそれがやっぱ知りたいみたいなので行ってみたんですけど、まだ味わったことある？いや、もう何も言えなくなりました。どういうローテーションなんだ、なんか行ってさ破ろうとしてる。なんかこう何分ぐらいこういてみたいな。あ、でも10分とか入れたら結構入ってると思います。10分も入んの？10分入って水風呂、水風呂に行って、その後が大事なんでしょ。そうですね、外気浴、そこで整うのが大切するので。なるほど、わかりました。お、わかられてます。じゃあ続いて、はい、休日の過ごし方は、美味しいご飯を食べに行くこと。いや、ちょっとこれはアバウトすぎる。アバウトすぎる。食べに行くのもそうですし、お家でも家族でご飯食べるっていうのが結構話したりとかする一緒の時間っていう意味で結構好きかな。うんうん、家族の時間じゃなくて、美味しいご飯を食べる。確かにそうですね。家族の時間です。あーって言ってた。次行きます。じゃん。最近一番テンションが上がったことは、何でしょう。家族で旅行に行ったこと。どこに行ったんですか？京都です。あ、いいですね。京都で何食べたんですか？美味しいもの。美味しいもので、美味しいもの好きなんですよね。美味しいもの、万願寺唐辛子とか有名じゃないですか。万願寺唐辛子ってどんなやつでしたっけ？長い緑の唐辛子です。どのぐらいのサイズ？でぐらいです。でかすぎる。万願寺唐辛子これ。続いて、人生最大のハプニングは、発表会の前日に骨折してしまったことです。どういうことなんですか？あ、自動合唱みたいなのをやってた時に、もうめっちゃ急いでて、電車に乗る時に飽きちゃってるって言って走ったら、踊り場でめっちゃこけて骨折して出られなかったです、発表会に。骨折してる時にインフルエンザにもかかって骨折もしてるし、風邪もひくっていう。続いて、私関根瞳といえば辛いものが好きです。あの蒙古タンメン、あー、すごい好きなんですよ。まあ有名なね。何から食べるんですか？13ぐらい。北極が9なんで、それのちょっと上ぐらい。そんな辛いの食べるの？火山だったかな、炎みたいなのとかは結構好きです。わかりました。ということで、はい、以上になっております。はい、わかりました。では早速書いてみてください。ではまず大阪さんから発表していただきたいです。きっかけ。あー、薄かった。割と好きだったら割と早口でなんかいろいろ語りたくなるんです。ただ好きなだけで別にきっかけにはなってないんじゃない。じゃあプニスさんお願いします。これも同じ理由ですよね。テンション上がるけど一番じゃないだろうなって。あー、なるほどなるほど。家族とかが大好き で旅行とかみんなで行くのも大好きだけど、一番じゃないのかなと思った。あ、まあ、テンションにしました。テンションでこっち来んの？カメラ映ってる。正解、はい、正解、はい、ね、発表してください。正解はマイブームサウナに行くことです。うわー、これ嘘なの？はい、みんなが結構好きじゃないですか、最近。だからこうちょっと黙ってるんじゃないかなと思って、聞かれてもこう言えるように調べてきたということは、お二人とも不正解。残念。
残念です。いや、これなんかいろいろ知れたからよかったね。今回の忍者的フェス券はこんな感じになっております、はい、まだまだ続いていきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた来週です。バイバーイ。一番のマイブームは何ですか、本当の。本当のマイブームは、お笑い見ること。ダメーってやる。ダメーって見ること。私はずっと空気階段。おー、私この方の。出た、出た。